はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、虫歯の治療をしてもらった歯科口腔外科でのお話でございます。この前の木曜日になりますね、3日前に行った通院の話になります。結果的にはね、今の状況をとりあえず何とかしてもらえたので、まあ良かったといえば良かったんですけども、その治療に取り掛かるまでにですね、1時間という待ち時間がありました。この前の通院はですね、まあ他の科でも30分遅れのね、表示があったりとかで、まあ、めっちゃ時間がかかったわけなんですよ。でもね、その各科のね、予約時間にはね、きっちり間に合うように予想して時間をずらしてね、予約時間を入れてたので、まあ次回予約をしてたので、まあ、その時間通りに受付に、何時の予約の安数ですってこうね、声をかけることができてたんですよ。なので僕は時間通りに来てるので、僕自身には何の問題もなかったんですけども、それでも歯科口腔外科ではね、待合で1時間座ってました。そしたらね、もうその頃ってね、夕方4時半やったんですよ。もう周りを見ても誰もおらんしね、その廊下の遠くの方をね、に見えるその他の科をね、こう見るとですね、誰も待ってないし、誰もね、その待合の椅子に座ってないわけなんですよ。で、大きな総合病院の外来のね、受付時間って、だいたい朝9時半から、昼の2時半くらいでね、受付が終了してですね、まあ、それ以降は完全予約の患者さんになるんですけども、まあ、それでもね、2時半までに予約外で来られた患者さんが多いとですね、ずる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 とこうね、予約の患者さんが遅れていってしまうんですよ。病院の方針にもよりますけどね、いろんな人のいろんな話を聞いてたら、どこの病院もそうらしいです。ほんでやっと呼ばれてですね、診察台に向かったらですね、まあ、他の診察台にもね、まだまだ患者さんがおられてですね、施術を受けてはるんですよ。ああ、こんな時間までね、まだ空いてるんやと思ったらですね、まあ、入院患者さんなんですよ、その人らね。まあ僕もね、入院中の頃思い出したらね、そういえば夕方に各科に回ることも多かったなーってね、懐かしいなーってね、思いながらね、自分の診察台に座りました。ほんでね、今回はね、その左奥歯の続きをしてもらう予定で、先生が段取りを組んでたらしいんですけども、その新しくね、虫歯になって外れた歯を見せたらですね、もうあららーって言われて、もう続きどころじゃないなーってなって、でそこの虫歯を先に削らなあかんとね、診断されて、まあ、その作業に、ね、取り掛かられました。そこの歯はね、約25年前にね、虫歯の治療をしてですね、中学校ぐらいの頃かな、多分それぐらいと思うんですけども、その頃に治療をして、まあ、銀歯を詰めたところなんですけども、まあ、そのね、銀歯の下が虫歯になってて、その治療するにはどうしてもその銀歯を削って外さなあかんっていう風な感じだってね、でそうするにはね、麻酔なんですよ。麻酔をせんのダメなんですよね。だからね、そのね、今回もね、麻酔から始まりました。まあ、その麻酔から始まったんですけども、もうどうせ今回も3回ぐらいは麻酔せな効かんやろうなと思ったんですけども、今回の麻酔はめっちゃ効きが良くてですね、1回の麻酔で足りました。そして削られてる時は全くのね、無痛だったんです。そのね、最初の注射針を刺す瞬間とか、その麻酔が入ってくる、このグーグーグーって入ってくる感覚あるでしょ、まあ、あの感覚とかだけが痛くて、その注射針を抜く頃にはね、もうすでにね、感覚がなくなってきてて、もう先生にね、麻酔効くまでね、その5分くらい起きますねってね、言われた時にはね、完全に決まってました。あ、決まるってなんか言葉はね、品のない言い方ですね。失礼しました。もう先生からそう言われた頃にはもう麻酔がすごい効いてる状態だったんです。もうすごいですよ。ほんまにその左のね、歯茎に刺した麻酔がですね、もう左顎全体、もう唇の先ぐらいまでね、ほんまに全体的に感覚がありませんでした。で、その後っていうのはもう削られて銀歯を外してもらってね。で、さらにその中をきれいに削られたらですね、まあほとんどそこのね、歯はなくなってましたね。それほど深く広くね、虫歯が進んでたみたいです。先生もね、虫歯の状況を見るためにですね、削っては外してみて、で、また削っては見てっていう風にして、で、そのね、見てっていう瞬間が、
軽い休憩になるんですけども、それもね繰り返しされてるとですね疲れてくるのでね、何回かこの口をねとこうグッとこう閉ざさせてもらって、この顎のマッサージをしてね、なんとかね耐えることができました。その体の感覚ではですね、その2分間くらいは削られ続けてっていう感じで、でほんで15秒ぐらい休憩して、でまた2分間削って15秒休憩っていうのを、まあ5、6回繰り返されてね、で最後にうがいをした時にね、このベロでねその穴を確認したらね、もうほとんどそこはね歯茎がねむき出しだったんです。ほんまにね歯が残ってなかったんですよ。でほんでそんな状態でね、今回はね歯型を取られました。なんかそんな歯ない状態で歯型なんか取っても意味あるんかなと思ったんですけども、その左側ね上下の両方ともにね、その奥から手前までねしっかりとね全体的にあのピンク色のこうプルプルってしたやつをねはめてですね、でもその日にですね歯を作ってくれるんかなと思ってね、まあ今日は他にももう患者さんおらんかったし、いっぺんにやってくれるんかなってテンションになったらですね、なんと広範囲にわたってですね粘土をかぶせられましてね、いつもの仮止めでございました。でまあついでにね、その治療中の左奥歯も詰めてくれました。まあまあ硬い素材やと思うんですけどもね、まあ今のところはまだ剥がれてくることはなくね、3日経ってますけどね、順調なんですけどもね、まあ、歯茎がむぎ出しになってたところをね、内側からこうグッグッグッって外側にねベロでね押してみるとですね、少し痛みがあります。まあ痛みが出だしたらね飲みようにとね痛み止めを出されているので、それで耐えてくれと言われました。ということでね、治療中のねこの奥歯の左奥歯の治療はまだ途中です。で新しい虫歯をね削ってもらって、歯茎がむぎ出しのまま粘土をかぶせられている状態で中途半端に中断です。でついでに言いますとですね、先月に外れましたその右下の銀歯に関してはですね、その後も何もね取り行っておりません。冷たいものをね口に入れると染みるところも何も変わってません。他のね穴が開いてるとこや虫歯がそのまま進行してなくて、まあ、他の穴が開いてるとこや虫歯がそこまで進行してなくてね、色が黒くなってるだけの部分もそのままやし、米粒が詰まる歯のね側面もそのまま、まあ、ただただ見た目でひどくなっているその虫歯、まあ、今回みたいなね、右の奥歯の、左奥歯の手前の、外れてしまって新しくねできた奥歯を、まあ、ただただ見た目がひどくなっているその虫歯をねとりあえず削ってもらって、応急処置的な、ね、感じでね埋められました。まあ、とりあえずね埋められたのはいいんですけども、これもあと何日かすればですね薄くなってきて、こう埋めてくれた粘土がね薄くなってきてですね、最終的にはまたぽっかり穴が開いてね、まあ、今回削ったところは歯茎がむき出しになってくることだと思います。まあ、実際ね先月にとりあえず埋めてもらった右奥の、土台の歯が割れて銀歯がポロッと外れたところっていうのはもうすでに何も残ってない状態です。そのね硬かったはずの粘土も、まあ、時間が例えば削れてなくなってしまっている状態なんですよ。まあ、これと同じようなことに、ね、なってくることもね、こう自分なりにね予想できてます。で、まあそうなってしまったらね、もし痛みが少しでも出てきたらいつものように電話してね予約をねじ込んでもらうつもりです。まあ高い確率でねそうなるんですけどもね、まあ、なんせね次の歯科口腔外科の予約までね1ヶ月以上ありますので、もうそれまで耐えれる気がしません。まあ、といった感じのね歯科口腔外科の通院の話でございました。まあ今日はそんな感じで以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。まあ、そんでねグッドボタンのチャンネル登録をしてもらう際にはですね YouTube のアカウント登録をしないとできません。でそうしてもらえばねコメントもできるようになりますのでね、そしてね評価してもらってチャンネル登録をしてもらえばすごい僕励みになりますのでね、よろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことをね、願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。